人殺しって言っちゃうよなっていう、うん、はい、皆さんこんにちは、隊長です。今回は今回なんですけども、はい、また腹立たしいニュースがあったので、それをご紹介しますね、うん。48歳の男性会社員が、うん、急病の男児乗せてる救急車を、うん、の搬送を妨害するっていうニュースがあって、このニュースめちゃくちゃ問題となったよな。そうですね、まあ、さらに詳しく話すと、うん、男性は自宅近くの路上で、うん、はい、その自分の息子とキャッチボールしてたんですよ、うん。まあ、それで隊員が救急車発進、出発させるときに、ここちょっと邪魔なんで離れてくださいよって言ったところを、うちの息子に何言うたんやと、うん、いつまで止めてるんや、赤いライトつけたままやったら近所迷惑になるやろっつって声上げて妨害して、20分遅れて男児は無事だったのでまだ良かったですけども、これ最悪や、最悪ですよね。これだからなんか殺人未遂にもなってくるんちゃうかなとかなるよね。そのそうなんですよ。しかも最近さ、はい、あの俺が勤めてた時からそうやねんけど、はい、救急車とか消防車のサイレンで毒人が少なくなってる。あ、そうなんですか、うん、なんか印象するな。救急車の音とか後ろになっても道開けへんとか、うん、普通に道路を横断するとか、なんかそういう社会になってきてるんじゃないかなっていう。なんでなんですかね。まずやで、あの一番原因は消防車とか救急車の音に慣れてきてる、はい、慣れてきてる、うん、じゃないかなって俺は感じてて、はい、救急車の音って1日何回聞くって言っても1日1回聞いてるやん。もう絶対聞きますね。大阪来てから本当聞きますね。聞いてるやんか、はい、なんか1日 2,3 回聞くやんか。聞きます聞きます。だからあ、また鳴ってるみたいな感覚になってるんじゃないかなっていう、世の中自体がね。なるほど。で、まあ件数で言うと1年間で約600万回ぐらい救急車って出動してて、これを1日平均どれぐらいかというと1万7000件ぐらい救急車って全国で出てんの。1日で、ね、でもっと分かりやすく言うと、はい、5秒に1回救急車は出動してんの。全国5秒に1回5秒に1回はあ。だからそれぐらい救急車っていうのは現場に向かってると。はい。でこの救急車の出動件数がやばいっていう危機管理を持ってた人も、はい、あ、また救急車かとか、うん、また消防車かとか、なんやまた消防車救急車止まってんでこの家とか、うん、まあ、団地とかでそういうクレームが結構あったりするんだけど、やっぱあるんですか、うん、救急車音止めて来てくれと、もうみんなに見られたくないと、みんなに騒がれ注目されたくないとか、なんかそういう苦情は働いてる時からあったから、今そういうのが、まあ、当たり前すぎて救急車消防車が、うん、なんかそういう変なクレームを出す人が多くなってるんじゃないかなって思った。なるほど。やっぱりコロナの影響なんですかね、救急車多くなったのって。まあそうやね、救急搬送が多くなってるのは本当にコロナきっかけもあるんじゃないかなっていう。まあそうですよね。まあけど今回このニュースってさ、はい、本来こういうことが起こった時に親がさ、子供に対して救急車って消防車って命をつなぐ車両だからって言って教育の一環で言わなあかんところはね。いや本当にそうですよ、本来はそのはずですよ。そうやんな。けど実際蓋開けたら邪魔やねと、こんなとこ止めんなというクレームが入ったわけやんか、うん、何言ってんやろうなっていう。いや、なんかそれが自分の息子とかが、子供が仮に心肺停止で、はい、中で人工呼吸心臓マッサージをやってて、はい、でやっと病院が決まって出るってなった時に、止めてください、救急車出ますんでって言って当たり前に声かけするわけよ、危ないから、はい、キャッチボールとかしとったらさ、もう急になんかボール飛んできて引いてしまう可能性だってあるから、うん、なんやつ緊急走行っていうのはそれぐらいリスクがあるわけよ、はい、もうスピードを出すからね、普通の車両より、はい、うん、だからなんやろな、ほんま子供の心臓が止まってて同じことされた時に、俺やったら人殺しって言っちゃうよなっていう、うん、だって邪魔してやで。確かに救命率の話もレスキューで何百回言うてるけどね、はい、どれぐらい下がんねんって、お前1分間 10% ぐらい下がるわけやんか、うん、だから救急隊とか消防隊の本当に仕事っていうのは医療につなぐやねんな、はい、現場で SOS を求める人がいて、現場到着して、でそれを適切な応急処置をして、結局先生とかお医者さん病院にやで命をつなぐっていうのが仕事やねん、はい、だからほんまにそのつなぐっていうことを妨害されると命は奪われるよな、うん、1分でそこまで減って
救命率減っちゃうので、そう今回20分ですか、ね、20分やんか。それが軽症か重症かなんかその方には分からんかったわけやろ、はい、その一般の方って分かんなかった。救急隊でもおそらく軽症中等症重症っていうのは救急救命士さんが判断してくれんねんけど、はい、そうやってけどあくまでも現場で見た限りの限られた資機材とかで見た状況やから、うん、それが果たして本当に軽症なのか中等症なのかって分からんわけ。だから一刻も早く病院につなぐっていうことがどれだけ大事かっていうのはほんまに徹底して教わんねん消防になると、うん、けどそれを市民の方がどうこうとかさ救急車の適正利用とかもね前の動画でもアップしてるけど、はい、なんかこのニュースとか見ると悲しくなるよなっていう感じるな、うん、もう実際 SNS でもこれ殺人未遂みたいなもんじゃんっていうコメントやっぱ多く入ってますよね、うん、今回ちょっと思ったんですけども、うん、その体調ってよく例えば生理痛が本当にきつくて、うん、救急車呼んでもいいよだとか、うん、寝せけいれんで呼んでもいいよって結構おっしゃったと思うんですけども、うん、逆に体調が行った現場で、うん、なんでこれで救急車呼んだのみたいな現場ありました？ある、あります打撲で搬送してくれっていうまず通報があって、まあ足負傷やで、通報要領は足負傷やで、はい、うん、右腰が負傷、うん、で救急車要請で行きました。で見ると打撲痕あり、打撲があってな、ここに、うん、で足が痛いと、で病院に搬送してほしいって、うん、そもそも足が痛いって命に関わるかってなったらそう関わらんわけよおそらくな、うん、でピンピンしてるからバイタル測定って言って、はい、呼吸脈拍とか測っていくねんな、体温とか、うん、で朝ごはん食べたって言って、まあ、事情聴取とかいろいろ聞くともう数値も健康やし、ただただマジでこれこの人病院に行きたいがためのどっかその付近まで行きたいがための通報やなっていうのは感じたわけ。出ましたねその通報。そうましてやその人こいつマジで呼ぶなよって感じた一番の理由が、はい、大阪の消防で働いとったけど、はい、和歌山のどこどこ病院まで行ってくれよって、はい、何を考えてんのこいつと、うん、そもそもまず言うたらその消防っていうのは病院につなぐやん、はい、限られた命があって限られたリソース消防隊救急隊のリソースがあって、はい、それを病院選定して救急隊が搬送する、うん、でただ重症な病気とかがあれば例えば脳梗塞とか、うん、心臓に何か負担があってかかりつき病院があるとそこに連れてってあげる方が適切な処置ができるっていう判断でちょっと1キロ先に本来は行ける病院あってもかかりつけが3キロ先にあるならそこを行ってあげるっていう救急隊もいる、うん、それは適切な処置がその担当の先生が分かるから、うん、けどやね今回大阪で和歌山の丸々市病院まで行ってくれっていうのは打撲痕ではありえへんわけ。ありえないですね、うん、でこそかかりつけでもないし、はい、なんかそんなん何を考えてんねんこいつっていうのはすごい感じだな。それは印象深いわ。まあそうですよね。それって結構やっぱあるんですか。そのあると思うで、全国の救急隊がなんでこの人呼んだんっていう事案っていうのは絶対一人一回は感じてるんじゃない。それちょっと珍しくないと思う。聞きたいですね皆さんにも、うん、確かにそれコメントで教えてほしい、うん、そうあればだからこんなんで本当に呼ぶ人おるんやみたいなのが参考になると思う、うん、確かになんかもう何で呼んじゃいけないとか基準とかないんですもんね。ないよね。だからあと病気の種類とかが痛みの程度っていうのが幅ありすぎて、うん、結局事故の判断になんねんけど、まあ、それをサポートするのがシャープ7119とかってなってくるぐらいなんかな、うん、僕、うん、幼い頃、うん、ふりかけをそのまま食べちゃって詰まっちゃったんですよ、うんうん、それで救急車呼んだんですけど、うん、それは大丈夫でした。それはもうめちゃくちゃ危ない。それ危ないです。窒息の可能性とかそれはまああるし、ほんまにふりかけの中に何かご飯が詰まってる可能性だってあるわけやんか、うん、怖いよなそのなんか詰まってる系は。ちょっと怖いですね、うん、息止まっちゃうんで。そうただ打撲痕ってバンってやったらそらつくで受けたりするとなんか角打ったりするとか、はい、で何かそれが SPO2 って体内の酸素濃度が下がってるとか、うん、血圧が極めて高くなってるとか頻脈やとか、うん、顔面が蒼白で冷や汗かいてるとか、うん、そっち系やったら分かんない。瞳孔が散大してるとか、はい、焦点が合わないとか、うん、もう極めて健康でそれを言ってきたから救急車は何やと思ってねっていうので、いうのも何回かそういう系があるから救急車の適正利用とかを皆さんに知ってほしいっていうので話してるっていう、うん、そうですね確かに、うん、ありがとうございます。はい、最後に聞きたいんですけども、うん、呼んでいいか呼んじゃダメなかっていう結構ギリな境界線があると思うんですけども、うんうん、じゃあ判断の仕方とかってあります？一つだけ重要な判断基準があって、はい、まあ、自分の力ではいけない状況およびその症状が出ているっていうところ
がポイント。自分の力ではいけない。そう、例えば立てないっていう状況があれば、はい、もう救急車呼んでもいいんじゃないかって思う人もおるし、じゃあ立てなくてもタクシー呼んで連れてってもらうってことができるわけか、はい、けどタクシー呼んでも下まで降りなあかんとかっていうのは、多分もうそんなん立った瞬間に、立てないって言ってんのにやで、立った瞬間にめまいバーンってなる可能性もあるし、天井の階段降りなあかん、そういう状況とかやったら自分の力ではいけないよな、はい、だからまとめると、はい、最後タクシーで行けるならタクシーで行ってください。まずここを判断一つしてくださいね、はい、次に歩けるけどタクシーで行けないよねっていう症状があるかどうかで判断してくださいと。最後、はい、この3つ目のポイント、初めての症状でどうしたらいいかわからへんっていうところも119してくれて、救急隊の方に呼んで判断してもらうっていうところでいいのかなって思う。例えば救急隊に来てもらって落ち着いたわっていうのが結構あんねんな、うん、あの救急隊到着時間って全国平均約10分前後や9分とか言われてるから、はい、119して初めはめちゃくちゃしんどいと、10段階の痛みでもう8ぐらい痛いと、8、9ぐらい痛いと、だから救急車したと。通報段階では自分の痛みレベルを10段階中9、8、9ぐらい、けど救急車が数分後、10分後に到着しました、その時の痛みレベルが10段階中自分の中で3ぐらい収まってますってなると、そのまま事情聴取とかヒアリングしてバイタルとか測って、じゃあそのままどうしますか、病院行きますかって聞いてくれるから救急隊は。その時にちょっとマシになったので自宅で様子見ますって回答する方も多くて、はい、それは全然迷惑でも何でもなくて、そうなんです、ね、そういう応急処置で大丈夫だったって。もし仮にここからまたさらに10段階中の痛みが来た時にすぐにまた119してねって絶対救急隊言ってくれる。だからそういう時は自宅で様子見てもいいからねっていうのは覚えておいてくださいと。はい、うん、ありがとうございます。はい、ということで今回動画良かったと思う方はいいね、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。助かる命を助けるために。